芝道場肩クラス、まずはスピード練習、軸をしっかり意識して切れる体を身につけよう。踏み込みのスピードしっかりな。足が着地する瞬間にしっかりとパンチを打っていくぞ。来年の国際親善肩団体戦に向けて今から貫通の稽古を始めました。来年はこの3名で優勝を狙っていきます。そして今日が初合わせ稽古、そして なんともう1チーム、千葉道場ドリームチームを結成。来年はこの2チームでワンツーフィニッシュを狙っていきます。楽しみにしていてください。おうっす。